皆様こんばんは。本日もフライデー。やってやれないことはない。人間に不可能などないのでございまする。フライデーナイトスペシャル。モーツァルトちゃん、変の蝶々、はじめ。Thank you.
会を多用している曲でございます。実にこの曲はまさに和音の展開、第一展開、第二展開、非常に展開系を多用した割と複雑なモーツァルトの作品でございますが、ちゃんと間違える時は赤で印を入れて、ここを今度は間違えないようにしよう。これこそまさに添削指導。一つ間違えると赤ペンで丸を入れる。非常に展開を駆使した作品でございます。モーツァルトの作品も非常に第一展開。ございます。都庁、へ庁長の和音も出てきております。B フラット変路長調の曲ですが、F に C、これは属調という調へ一時転調している曲でございます。なかなか曲の解釈というのは実に奥深いく、先生も一曲弾きこなすのに実に集中を要します。展開系に和音の進行を理解して弾くとスムーズに、これはこうだったのね、曲の作り、調の流れなど理解して弾けるようになります。あくまで余興でございました。モーツァルト変路長調ちゃんでございました。またね。皆さんも深呼吸にリラックス、リラックス、深呼吸のすすめ、お外で大いにかけっこにお散歩、子どもたちも集中力が少し低下する時期でございます。
完璧よりも少しリラックスして怠け者になりたい、風になりたい、鯛は鯛でもエビで鯛を釣る、鯛は鯛でも何回も同じことやってるの、わあわあとなるのが眠たい、何回も同じことやってると飽きてくるのが退屈となります。皆さんも楽しいひそひそ話なぞなぞ三色じゃんけんぽん、なんか面白い遊び、言葉遊びゲーム。例えばお題、いのつく語句を述べてみよう、い言葉遊びクイズ。いるか、いか、いんど、いも。どのつく語句を述べよう。ドラえもん、どんぐり、どらみ、ドーナツなど、言葉遊びクイズ。楽しくしりとりやゲーム感覚で楽しく学ぶのも本当は楽しいですね。それではまたね、明日もね。